母と理科担当の先生に YouTube がバレた話。毎回思うんですけど、さっき流したバッハ落ちめちゃめちゃなんか使いやすいっすね。てなことは言っといて、まあ本題に入りたいと思います。まあこの動画はリクエスト動画なんで、まあ適当に夜作っている動画なんですけれども、まあ子供発端はですね、まあちょうどもう今週ですね、2日前かな？?1 日前ですね。その時にね、とあるね、サッカー部の少年がこう言いました。の YouTube、スパナットって言うんだぜ。おいお前ってなことがあったんですよ。で、そしたら、まあ、理科の担当の先生、まあ、生徒指導部の副、なんだっけな？顧問だっけな？多分、ナンバー2なんですけど、授業中だったんですよね。で、アンケート書いてた時にそれ言われたんですよ。100万円でなんかパソコン買ってなんか、アカウント作って、僕のそのスパナットのチャンネルを登録するって。それでっかい声で言っちゃったんですよ。それは先生の耳に入るわけじゃないですか。まあ、反応がやげくてなかったです。うち SNS 禁止なんですよね。でも本当にもう、リネとか、インスタとか、ツイッターとか、フェイスブックとか全然やってない。もうただ単に YouTube オンリーの一筋人間なんですけど。あ、やっぱりさ、でも、YouTube って SNS かもしんないじゃないですか。お前は私が言うことを否定するのか。申し訳ございませんでした。てな感じで、運営と学校からバンされたらもう終わりじゃないですか。もう人生中ですよ。もう人生もバンですね。もう失格ってか。まあそんなことになりたくないのでね。ああ、でもね、もう終わったな。言われた時点にはもう死ぬしかない。武士は武士らしく切腹しようなんてね、思ったんですけれども、もう、教壇の前にいたね、先生がね、まさかのことを言い始めたんですよね。YouTube って SNS じゃないよ。ですよ、ほんと。宮川も言っちゃうレベルですよ。はい。第2章はね、母親編ですね。まあ、母親にね、まあ、YouTuber 秘密にしたんですよ。てか、もはや親にね、YouTube 秘密だったんですけど、このチャンネルはね、小学4年生から始めててですね、このチャンネルのなんだろう、解説日みたいな感じのやつが2020年になってるんですけど、まあ、それは一回アカウントを、まあ、初期化したからであって、まあ、実際、このチャンネルの元をね、運営してたのは小4からだったんですね。もともと6人組グループでやってたんですけれども、なんかみんなね、やる気がなくなっちゃって、まあ、結局僕一人になっちゃったっていう感じで、もうリーダーも抜けちゃったんですね。で、まあそのアカウントを使ってボス放送やってるんですけど、親には本当に秘密だったんですよ。まあ、父さん逆に言って反対派だったから。でもね、なんか母さんまあまあ黙認していた感じだったんですよ。で、ついにね、去年だね、冬休みだから、去年ですね、お寿司食べに行ったんですよ。で、そして待ち時間に、サファリで今まで見てた僕の動画が勝手に再生されちゃって、その起動したんですよ。電源入れて。もう親の目の前流れちゃって。もうそれで母さんにバレましたね。もう死んだと思いましたね。もう絶対いいんじゃないの、顔出さなきゃって。まあそう言われたまでね、まあ、ぼちぼちやってるっていう感じですね。はい、ってことでね、もう3分ぐらいね、僕がただ単に話してるだけの、まあ、うんこみたいな動画になっちゃったんですけれどもね。今ね、今、バックで流れてる曲は、飛び出せ動物の森っていう 3DS の曲なんですけど、懐かしいっすね、またやりたいわ。まあ、そんなことは置いといて、まあ、ね、重要な2人にね、YouTube バレてしまったということで、まあ、バレたってことはもう潔く活動できるってことなのでね、隠さずこそこそしないでね、まあ、堂々とバレたもんには、まあ、やっていこうかなって思います。それではまた会いましょう。バイバイ。